はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。こんにちは。あ、すいません、聞いてしまった。もう一回やります。松浦軸ですね。なぜ松浦軸かっていうと、まあ非常に難解なレースですけど、で走る松浦が あえて、脇本マークを選んだっていうのが重要で、まあ脇本最近まくりばっかりじゃないですか。それにもかかわらず何で選んだのか。脇本これ賞金結構ありますからね。脇本優勝されたら美味しいのは胡椒ですからね。でもそれであえて選んでるってことは、まあ脇本を積極策に期待してるんじゃないかなっていうことで、脇本もその気になっちゃう。まあなんか戦法結構脇本単純ですからね。なんか逃げてバテてしまうんじゃないかなっていうことで、松浦から脇本は外して考えました。後ろの山田、一応逆転もかけたいんですよね。追い込みに転向したって言ってますから。まあそれの花道として、実ならっていうとこですね。でそれから、新田、言うまでもない、佐々木、山口の短期勢を相手に挙げておきます。あ、佐々木は短期じゃないか。佐々木は関東の一番前ですね。平原はちょっと足がやっぱ不安なんで、むしろ佐々木に未来があるんじゃないかなっていうことで挙げました。まあ山口はちょっと頭警戒しといた方がいいかもしれないな。まあ山口頭だったらごめんなさいってとこですね。まあ脇本引っ張るから山口を突き抜けは多分ないんじゃないかなとは思うんだけど、松浦だったらそんな、ミヤハイで優勝したけど、最後まあ直線ミヤハイダービーか、ダービーだっけ、ミヤハイだっけ、ダービーだ。まあ、清水軸にしたんですけど、番手まくり、犬牛に大逃げを番手まくり打ったんですけど、末が甘くなって山口に食われちゃったんですよね。まあでも松浦だったらやっぱり清水より上なんで、そんなことはないんじゃないかなと思って。裏は返さないでおきましたが、来たらごめんなさい。まあ本当は新田とかも、あ、新田いいのか。新田はこれですね、穴目ですね。下の穴目っていうよりは第2のパターンですね。最初は新田方面で考えてたんですよ。まあ非常に難解なレースで、脇本を仕掛けわからないならば、新田のこういう時はやっぱり新田だろうということで、ただそれ思い出したのは、新田のダービーの負け戦の
最終日ですね。これ神奈川にやられてるんですよね。そう、神奈川のまくりを追ったんだけど届かなかったんですよね。直線神奈川がすごいいい、やっぱり期待できる走りですよね。神奈川はただ新田本命だったんですよ、このレースね。あんまり新田信用してないけど、こういうばらけたレースは新田じゃないかなと意外と思って、実は結構オッズがついてるっていうのも見て新田、まあただね、点数買わないといけない新田は、ここが難しいところではありますが、第2の逆転目は新田、ただこれだけ9点になっちゃうんですよね。まあそれでも30倍つくからいいのかな。まあ13は 12.8 倍だけど、8342倍とか、43ってこんなにつくんだ。なんでこんなに人気ないんだ佐々木。いや佐々木全然チャンスあると思いますけどね、平原よりも全然。あと松井もまあ縦の足だったら要注意ですよ、まあ、なんせ積極的ですからね。ということで、ただ新田で行くのは点数多くなるけど、まあ1、3以外はオッズつくから悪くないでしょうってことで、第2の予想として、再度最初新田方面にしてたんですけど、やっぱり脇本が松浦が脇本マークを選ぶってことで松浦軸にしたんですけど、このオッズなら捨てきれないってなと思ったので、新田を再浮上させておきました。ということで、ちょっと細かく見ていきましょう。12レースの決勝戦は20時半スタートですね。競争得点トップは脇本ですね、117.60。 1点差の116点内で新田と松浦が続きます。それからなんと松井なんですよね。で平原がここまでちょっと100落ちちゃったな。で、山田が113点、ただ6番車の神山でも111点あるんですよね。なので点差がそんなにないんです。だからまあ激戦と言っていいんじゃないでしょうかね。先行よく見ていきましょう。バックホームのつき方、逃げの決まり手、前場所今場所のバックのつき方で見るとやっぱり松井がダントツですね。バック13回、ホーム13回、バック16回、ホーム13回、逃げの決まり手12回。名古屋では初日2日目とバックついてます。決勝戦はついてないのか、なんか目標がいたのかな、再起がいたのか。まあ逃げた見た天谷ですけどね、まあ自力に切り替えたのかもよ。最近の最近がダメって思って、で次が新田ですね。バック9回、ホーム4回、逃げの決まり手は4回。2日目に、1着取ってますね。バックついてます。これ目標は森沢は離れちゃったのか、ホームはマスギは取ったけど、ああなるほど、マスギがもうちょっと垂れて、でも上がりタイムがそんなに高くないな。結構
暑いのはどうなんだ、暑かったけどもうちょっとタイム出ていいと思うんですけどね。で、続いてバック回数で見ると脇本ですね。バック5回、ホーム2回、逃げを決まりて1回、ただ前場所今場所バックついてない、最後バックついたんいつだ。あ、岸和田のこれだ、古書が抜け出したのレース、平塚だったら連日バックついてたんだけどな。ちょっと積極性がなくなってきちゃってますね最近は。久留米も連日まくりでしたしね。それをかかわず松浦がやっぱりマークしてるっていうのは不思議ですね。やっぱり理由があるんじゃないかなとは思いましたね。続いて松浦がバック4回ホーム0回ですが逃げを決まえてありません。自力より追い込みの方が増えてきましたね。まあもともとなんかほぼ追い込みでやってたような感じはありますから戻ってきたのかな。昔のなんか井上重則が中野をかわして特別を取るような1980年代の映像、前半の映像を見たんですけど、まあ中野のダッシュに離れながら1982年の競輪祭で、競輪祭から83年のダービーだで追いついて中野をかわしてしまうというレースがあったんですが、この小松島のこっちじゃなくてこっちもあの犬伏に離れながらなんとか自力みたいな感じで追って2着、こちらは1着じゃなかったんですが、これ結構似てるなって思いましたね。まあ松浦は地足タイプなんですよね。井上重則も地足タイプだったんですけど、まあスターターでも すごい多かったな。まあ、そのやっぱり息に近づいてきてるんじゃないかな松浦はっていう感じがしますね。一時すごい不調だったんですが、勝率こそあの低いものをだいぶやっぱり調子戻してきてますしね。これから新しい松浦始まるんじゃないかなというふうに思います。続いてはどっち行こうか。まあ入場回数多いのは4番車佐々木、バック2回、ホーム3回、逃げを決まって2回、前場所、前橋でバック取って1着ありますね。まあ単走路だからなっていうのはありますが、先行差しっていうタイプですね。マーク戦も多くなってきました。そうですね、これは当たったんだったや。そう、最後縦でまくり追い込みに伸びてきたんですよね。まあ、松本もあのいたんですが、松本がマスギを叩いちゃってだったっけ。でマスギが番手張って、マスギ絶好に思えたけど足が三角回っちゃって、古性がうまくコースついて佐々木が外からっていうパターンでしたね。まあ、地元勢なんでやっぱり佐々木あるんじゃないかなと思ってたんですが、まあ、2着まででしたけど、ああでもまあ佐々木は自分のレースした方がいいって思ってて実際それ実証しましたからね。軸は故障だったと思う。イラハラがすごいガリガリ、まあハウスしちゃったっていうのもありますが下がっちゃったレースでしたね。やっぱりイラハラ衰え感じたレースではありました。次が
山口県はですね、バック2回、ホーム3回、逃げの決まり手1回、向こう町を初日にバック取ってますね。これ浅井が目標になったんだ。この向こう町では、優勝しております。浅井が3着か、野田源にかなわれてるんだ。南の逃げをまくったんだろうな。10秒7。南も悪い逃げじゃないんですよね。まあ、山田が本来優勝しなきゃいけなかったと思うんだけど、軽くまくりましたね。なんか山口の縦の足すごいな。やっぱりダービー取ってやっぱり基礎感向けたっていうのはありますよね。まあ脇本スピードをまくれるかっていうのはまた別問題ですけど、脇本に松浦つけてますから、まあ山口頭もちょっと怖いなとは思います。まあ、松井も怖いですけどね。まあどうかな、松井はちょっとやっぱり短期では厳しいと思うんですよね。だからといってライン戦やっても、でも逃げてないんですね今場所。軍事4着なんだ、届いてないんだな。やっぱりみんな自分のレースしちゃうよな。自力選手がこのサマーナイトフェスティバル多いレースではありますが、みんな細切れ戦で自分のレースしてっていうか、ついてる選手、まあ、この場合だったら軍事ですけど、もう辛いよなってなっちゃいますね。犬伏は相変わらずだなという感じです。まあ、まくらね、10秒6でまくるんだからしゃあないですね。この辺は犬伏結構垂れてるよな。まあ、山口をまくりも悪くないけど、それ以上のスピードでまくっちゃったっていう感じですね。まあ、まくりなら相変わらずってなりますが、あくまでまくりですからね、鵜呑みにはできないっていうとこですね。バックの付け方はこんな感じか。スタート回数見ていきましょう。神山拓也が6回でトップ、5回の新田、それから松浦が4回だから松浦が取るんじゃないかな。新田は短期、神山を取りたいだろうけど、6番車に取れるのかっていうのはありますし、松浦が取って、前受け脇本じゃないかなと思います。3連単の人気順、まあ1から売れるでしょうね。もう断然1221、この裏表ですが8番人気まで続きます。それから新田の13、新田2着の13か、それから山口2着の18か、まあ脇本次に松浦っていうとこですよね。それから新田の頭はそんなにない、新田の頭は312の86倍か、これが最初ですね。8の頭も812の125倍、ダントツ脇本に人気が集中してるっていうことですね。脇本と、まあ、松浦か。じゃあこれを2車単で見てみましょう。121の裏表がダントツですね。ここまでダントツでいいのかな。やっぱりラインができたっていうのはでかいと思うんですよね。だからまあ買いやすいですよね、普通に。佐々木はそんなに自力がそんなに強いわけじゃない、自力で言えば脇本に全然劣るわけですし、ラインができ、他はもうみんなスピードあっても短期じゃあ厳しいってことで、やっぱりここ買いますよね。121、気持ちは分かります。ちなみに脇本からだと新田が 12.8、
山口が 14.4、 平原が 21.1、 松井が 25.3 とこの辺が人気になってます。松浦からだと、次が新田の 26.1 ですが、山口も山田もそんなに変わらないですね。山田スジなんですけどね。ちなみに山田が松浦を刺した目だと128倍で満車券になります。8に 36.8 倍か、悪くはないけど、まあなあ、あっても3にで 36.4 倍、まあ似てますね。山口もその一瞬のスピードあった新田と近いとこまで、同じ短期っていうあのくくりで見ても並んできてるんじゃないかなっていう評価はありますね。ちょっとまあ面倒な扱いの選手ではありますけどね、嫌いじゃないです、あの走り方は。で、松井からだと7位で59倍、何で79倍か。平原本当はオッズ落ちましたね。一番人気あっても96の83倍とか91の 87.2 倍ですから、まあ佐々木が逃げるかっていったら逃げて、たとえ平原が回ってまくりしてもその時こそ脇本のとかのまくりの出番ですし、新田や松井、まあ、山口は短期勢があるかどうかってとこですから、まあ3人揃って佐々木は逃げても厳しいですね。やっぱりないんじゃないかな、佐々木逃げても仕方ないと思うしね。佐々木はもうあのもう平原もあれですし、最近厳しいですし、まあ、神山はもうほぼ水槽いっぱいなんで、佐々木には自分のレースしてほしいですね。期待し関東です、期待しても佐々木だけですね。あのこれは、まあ、あの前橋県の時を言いましたけど、佐々木にはあの自分が勝つ競争をしてほしいです、まあ、これは山口にも言えることですけどね。まあ新田や松井もそうですけど、まあ佐々木全然人気ないですね。あ、でも頭までは厳しいだろうな。脇本逃げたとこで、まあ逃げたら一着ないし、脇本は逃げてとこで松浦が番手にいるから、頭では厳しい。あって2着だろうな、まあ、でも2着でも結構あの佐々木つくんですよね。まあ1音はともかく2音で満車券ですし、8音とか156倍、34 363倍とか悪くないですよね。筋の94でも200倍つくんだな。まあ49で313倍、いや筋なんだがこれ、うん、よっぽど脇本に偏ってるな。ちょっとオッズ偏りすぎ。ちょっと松浦もまあ松浦はまあまだわかるかな。脇本はちょっとで、まあ連日見てるとやっぱりナイターってこともあり、スピードは乗りやすいレースはやっぱ脇本向いてるのかなと思いますけどね。まあ新田もそうですけど、まあ新田も人気ないんだよな。もう脇本と松浦に集中してるね、これちょっと偏りすぎじゃないですかね。まあ多少山口がアナで売れてるって言っても30倍台だからな、10倍台とかじゃないかな。一番山口頭で売れてるのがよっぽどあの固まってるんで、
まあ新田や山口でも魅力があるってことになりますね。これだったら松井はまして魅力があるし、佐々木なんかすごいですね。佐々木を2着でも一応はどうかなと思うけど、24とか34とか84とか、まあ、94は考えないとして、この3点あたりだったら面白いかもしれないですね。74かなと抑え程度ですけど、サーキオ2着っていうのも結構あるんじゃないかな。ないかな。やっぱりこれだけのメンバーなんです。佐々木も前橋ではまあ地元ってこともあり2着取れたけど、まあでも点数差はそんなにないんですよ、何度も言う通り。だから佐々木が本当に自分のレースをすれば、1着は厳しいけど2着なら可能性はある、ないわけじゃない。しかもオンズはつくんで、2着でもつくんで、佐々木の2着も魅力ですね。だから結構迷うんですけど、迷う中で言っても脇元の頭、脇元は外して考えたいな、松浦の場合は。新田の場合はあるかもしれないんですけど、縦の、あのまくり合戦になりますから、新田だったらあるんですけど、松浦頭の場合は牧本が逃げると思うんで外して考えたいですね。やっぱり松浦がマークするってことは理由があるんですよ。でしかも牧本じゃ勝たせる、一応松浦近畿と連携も結構多いんですけど、でも脇本を勝たせると賞金 G2 ですからね、なんやかんや言っても3日制ですけど、なんで脇本賞金加算されると、あの美味しいのは故障なんですよ、ここにいない。故障初日、あ、故障いる、決勝乗れなかったんだ、故障は。まあもう特別2つ取ってますしね、胡椒が美味しいんで、正直脇本を残すようなことはしないんじゃないかなと思いますね。脇本が逃げた、やっぱ腰が結構悪いっていうのはあるんで、やっぱり逃げれなくなってますね脇本。なので、松浦からだったら脇本は外して考えていいと思います。一方ですね、最初上げて考えてたのは新田なんですけど、新田の場合はまくり合戦になるんで脇本もいる、もちろん松浦もいる、あとは短期勢もみんないる、縦の競争になっちゃいますよね、まくり合戦になっちゃいますね。まあ4の頭は厳しいかなと思うんですけど、この場合やっぱり新田がまくれば佐々木が新田の死をつけられる可能性があるので、そうしたらあの貸し目もないわけじゃないかなと思います。ので佐々木の頭も入りはするんですよね。まあオッズ的な魅力をがありますね。予算717倍もつくんだ。34でも292倍ですからね。37は、まあ、そこまでいかないけど、3132は、まあ、13以外はまあまあ、1323以外はまあまあ魅力はあるんじゃないかなと思います。まあこれでもいい、ギリギリいいのかな、ギリギリじゃないな、新田にしては人気ないとは思いますね。73で55倍で8343倍、まあこれでも9点ですから、上合わせても2の3の5点で
14点ですから、1さんは12倍ですけど、かあのか金額配分を考えれば悪くない予想じゃないかなと思いますね。それだけまあ脇本が人気すっちゃってるわけですし、それをうまく利用したいとこですね。はい、ということで、トップ方面は脇本のマークを選んだ松浦の抜け出し、続いては縦のまくり合戦になった場合は新田、したいと思います。佐々木の2着とかも面白いとは思いますけどね。あとはまあ山口も怖いんで結局目移りしちゃうんですよね。なのでまあ新田だったら山口でもそんな変わりはないだろうって考えると、新田はあくまで新田の山口に対するメリットっていうのは今そんなにないんで、やっぱりただまあこういう駒切れ戦だったら新田は、まあ、山口新田向いてる、まあ山口を向いてますけどね。ただまだ新田の方に利はあるんじゃないかなってことを抑えただけで、あくまで本命は松浦で、いきます。マークを選んだという理由は大きいと思いますので、松浦から脇本を外してというのを方面に挙げたいと思います。新田だとまあ山口を選ばないといけないから焦点ずれるっていうのはありますね。よく考えればそういうのはまあ松浦でいいと思います。ということで、ちょっとミュートすみませんでした。皆さん予想はいかがでしょうか。はい、ぜひ、よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。さあ、ナイター競輪の函館サマーナイトフェスティバル、いよいよ決勝戦です。どのような駒切れ戦。非常に難解です。どのような結果になるんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。